ファブリックチャンネル始まるよ。ちゃんです。戦闘員ちゃんです。黒目メズゼルです。はい、今日もカルサ消防署に来てます。これからタスカレンジャーが放水を教えてくれるそうです。はい、楽しみですね。はい、じゃあ早速呼んでみたいと思います。せーの、タスカレンジャー。はーい。あとこっちから来た。どうも。お願いします。今日は放水体験ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。と前赤い違う車の話をしたんですけども、これはポンプ車といって、この車も放水できるんですよ。あ、へえ。なので、はい、この車で実際放水をしてみたいと思います。はい、お願いします。どなたが放水、皆さんやられますかね。誰やる？誰から行きますか？やりますか？先にやってもらって。じゃあまず手袋を用意しましたので、手袋つけていただいて。さっき違う車で話したんですけども、こういった放水するレバーとかがいっぱいありまして、ここにホースがつながっていて、すごいね、先あそこを持ってもらうと放水できるようになってますんで、やってみましょう。あ、水が入ってる状態ですね。水が入ってると硬いんですよ。すごい。じゃあお願いします。あ、やりますよ。で、じゃあこっち側回ってもらって、こういう風に。かかっちゃった。このレバーを下に、そう、シュッとやると、はい、すごい。はい、そこを回すと、逆に回すと、今度広がったり、あー、すごい。なってます。これは火事の状態によってまっすぐ打ったり広げたりして使い分けています。はい、じゃあ行きます。じゃあ一回行きますか。はい、どうですか、実際放水してみて。もっとこう打ってこう力が入るかな。手前にあれですね。そうですね、これは今体験で優しくやってもらってるんですけども、もっと強い大きな火事だと、もっと水の強さを強くしたりとかして放水しています。はい、そうですよね、だいぶ重たいですよね。狙うのもなかなか大変なんですけども、みんな訓練していて、誰でも消防職員がそれができるようになっています。あと、はい、体験される方いますか。いいですか。やりたいですか。じゃあ手袋をつけてもらって、そうですね、じゃあこっち来ていただいて、はい。
あんま近くで濡れちゃうんで、しっかりちょっと離れてください。はい、はい、これでもいいです。ああ、いいです。ここに行っては、左手で、ここに行って。そうじゃ、疲れちゃうね。はい、ここ、右手で回す。この状態で、ここ回ってみてください。そうですね。ここ、はい。はい、感じで。ああ、抜いちゃったの、ごめんなさい。もういいです、話してください。放水しました。はい。はい、意外と思っているより簡単に放水できたと思います。はい、そうですね。はい。広い庭に水やりみたいな。強かったりするんですけど。そうですよね。はい、はい、はい。ね、はい。貴重な体験を、はい、させていただきます。放水は終わりたいと思いますけども。はい。では、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、バイバイ。 バイバイ。本日もハイブリッコチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またハイブリッコちゃんは Twitter、Facebook、インスタグラムもやっておりますので、そちらの方もぜひご登録よろしくお願いします。ではでは、また見てね。バイバーイ。